皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の英文法、今回は比較級 ER 算の練習問題を解いていきます。 A 何々 ER 算 B という形は A は B より何々ですと比較を表していましたね。では問題を見ていきましょう。四角1、日本文の意味に合うように英文を作りましょう。こういう問題です。括弧1番、クミはあなたより年上です。こういう意味の英文を作ります。年上というのは、old を使って比較級にして、er をつけて、older、そして後ろに than をつけて、クミ is older than you。 クミ is older than you、ね、これでクミはあなたより年上ですという英文になります、ね、クミ is older than you、 こうなりますね。括弧2番、英語は数学よりも簡単です。こういう英文です、ね、皆さんどうですか、どちらが簡単ですか。英文見ていくと、 English is 簡単というのはこれ easy という単語でしたね。 easy は y で終わっていますから、この y を i に変えて er をつけました。ですから English is easier than math。English is easier than math. English is easier than math. これで、英語は数学より簡単ですという意味の英文になりました。カッコ3、トムはケンより速く走ることができます。主語、トムで始まっていますよね。トムは速く走ることができるんですね。何々することができるというのは can を使いましたから、前の部分、Tom can run。 その後ろに速くという部分がきます。速いというのは first でしたね。 first はそのまま er をつけて faster than can。 Tom can run faster than can。 Tom can run faster than can。これでトムはケンより速く走ることができますという英文になりました。括弧4番です。日本とイギリスではどちらが広いですかと、ね、日本とイギリスではどちらが広いですかと、どちらがと聞いていますよね。このどちらがというのは疑問詞を使います。どちらと聞くときの疑問詞 which でしたから、まず疑問詞の which が最初に来ます。 Which is 広いというのは large を使います。 large、この単語ね、 large というのは e で終わっていますね。 e で終わっているものは r だけを後ろにつければよかったんです。ですから Which is larger、どちらが広いですかという部分ができましたね。後ろに日本とイギリスという単語が来ています。日本ですか、それともイギリスですか。じゃあ Japan、 それともこれ or ですから Japan or the UK、 こうなります。 Which is larger Japan or the UK、 Which is larger Japan or the UK。これで4番の日本とイギリスどっちが広いですかという英文が完成しました。四角の2番です。括弧内の語を並び替えて日本文に合う英文を作りましょうと、ね、こういう問題です。括弧1、月は地球よりも小さい。月は地球よりも小さい、こういう英文を作りますね。主語の部分月はですから、まず月という単語が一番最初に来ます。この中で than the earth the moon smaller is だって月はここにありますね。
ですから the moon、ね、ここに書きます。Moon is で er than と来るので er than つまり smaller than がこの後ろに来るわけですね。Smaller than そして地球よりと。ね、登っている The Earth The moon is smaller than the Earth The moon is smaller than the Earth これで月は地球よりも小さいという英文が完成しました。ER than の形、ね、Y で終わっているのはY を I にして ER、ね、easier でしたね、E で終わっているものは R だけをつけてそして最後の文字を重ねるものちょっとこの問題には入っていないんですけれど Big これは一番後ろの G を重ねて Bigger、ね、このようにして比較級を作りました。今回は比較級についての練習問題何問か解いてみました。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。